カハ、ルラルセグロス、ルガカハルラルセグロスエルヘアーは、スペインを本拠とする自転車競技、ロードレースのチームである。拠点は、ナバラ州の州都パンプローナ。メインスポンサーは、貯蓄銀行のカハルラル。1980年代から活動を始め、2010年、プロフェッショナルコンチネンタルチームとして登録される。主に、 スペイン人によるスペインのレースでの勝利を目的としており、シーズンの山場はブエルター・エスパーニャである。1988年、カハルラルがスポンサーとなり、カハルラル・オルベアを設立するが、1989年には、スポンサーを中止する。1992年、クラブシークリスタ・ブルンダの運営を受けて、アマチュアチームとして、チームが再開する。同じく、 スペインが拠点で格上チームのエウスカルテル・エウスカディエの選手の供給が主なチームの思想であり供給された選手は多くの勝利を挙げた2005年、カイクのスポンサーを受けてプロフェッショナルコンチネンタルチームとして登録したが翌年には解散した2010年、カハ・ルラルがスポンサーを再開し UCI コンチネンタルチームとしての活動を再開した 2011年、チームは、プロフェッショナルコンチネンタルチームへ格上げし、スペイン唯一のプロコンチームとして、トップレベルのレースへの出場権を得た。2013年、保険会社のセグロスルガがスポンサーに加わり、チーム名をカハ、ルラルセグロスルガへと変更した。ありがとうございます。